やめとチャンネルのジジケです。メロロザルです。はい、カナダに続きやっていきたいと思います。はい、はい、練習試合ですね。強豪校とやって、まあまあまあ負けではしましたが、けどまあまあ課題がねよく見えるし、ね、いい試合になったんじゃないでしょうか、とかというところで、はい、どうしようかね、一回見直すか。何をすか、スケジュールおいや、まあ2あまあ1とか踏みたいもんね。見直そう、そうそうそう、はい、お、いいんじゃない。1応目、まあ、T いい、そうねバッティング能力を2 12月、福田くん33になったから、うん、どうすかこいつ、なんかな、なんかな、席上げる、どうしてんだよな、席上げよう、くめに投げさせたいから。そうだね、いや、まあ、春だとかでも333になったから、うん、まあ、真面目に考えてやると、まあコントロールだね。そうね、春だはね、まあ真面目に考えるじゃあ考えてやるか。東尾はまあ美和子、333にしようこいつも。山田くんは急速になってる、まあ、ごめん、もうちょっと積極だわお前福田くんはまあ下でいいかな。犬飼総力、総力、今井はまあミート、ミート、安永一塁になったから補給上げるかな、で渡辺、渡辺ミート、川内ミート、で田代、問題児田代、守備、守備、川添君は総力でいいかな。そうだね、うん、まあ、藤崎はいるんで出ないけどって感じだけど、総力で、総力ミート、と、あ、ミート、まあいいか、で藤田ミート、ミート、ミート、チーカー黒田、うーん、パワーかな、10になったなら、まあそうだね、パワーだね、ミートだね、そう、ミートだね、マジで夏頼むぞお前ら、ちょ、喜んでる、くぞ、忘れてたぜ、3回目、じゃあ愛知、愛知、天才色、愛知といえば、愛知といえばですよ、おー、あー、まあ、全体的に強いね、全体的に強いね、竹内、まあ、竹内あり、竹内ありだね、お、来た来た、天才ショット、弱え、低いけど弱えけど、いやでも天才だろ、まあ天才だ、天才ショット欲しい、ちなみに確定天才じゃないからね、あ、まあね、うん、来た時もしかしたら、もしかしたらじゃないじゃんっていう可能性もあるから、まあまあまあ、ね、まあまあまあ、西島、天才、西島、天才、お前も、おっし、おし、天才ね、天才とりあえず確保、天才っぽいやつ確保愛知もう一回行ってもいいかもね、行ってもいいね、よかったよね、 あそこ、はい、どう、ユニコーチいいよね、えいいね、誰か覚醒とかしねえかな、おお、4回目、うぞ、いいね、愛知行くよ、もう一回、愛知もう一回行っとくか、もう一人ぐらい、そうね、まあ竹内かな、竹内保守か、まあ保守がまだいないもんね、そうだね、もうちょい、もう一回上見して、これ上上、まあ竹内だな、そうね、能力的にも竹内かおい竹内、いい目をしている、もう一回行くのはちょっとな、さすがに、そう、そんなリソースないんですよ、うちにも、ねえ、まあ、指立てで行くでダンベルで入ろう、 OK
ダンベル。行くぞ、合宿だ、お前ら。強く。強くなれよ。藤田。藤田かな。今かいい。これ超欲しいけど、こいつじゃ、こいつらじゃねえな。どれも微妙だね。まあベンプレどっちか切ってやっていいんじゃない。どっちかな。97。オッケー。なんもね。川の藤田。黒田は外野出てるから。出てるね。レーザービームとかない。弁当がないからないか。ないね。投げる系が。まあ守備連携でも内野手が欲しいな。うん、微妙だな。指立てでもさしとく。そうね。お、黒田ラインドライブになった。お、投手陣岩塩いいね。お、無チェックかな。チェックだな。それしかないもんな。一番。まだあのリリース。体じゃねえんだよ。あ、犬飼くん。福田と原田か。まあ犬飼だな。犬飼だな。キャッチャープラスになるやつない。キャッチャーなんかなかったっけ。あれはあれか。ホーム刺繍。ああ、まあホーム刺繍あるだね。クイッ。まあそれかバント系。プレッシャーラン盗塁。ああ、いいじゃん。これいいね。これいいね。ベラン。ベランだな。いけ、2回。おーし、何やんだ、何やんだ、何やんだ。もう一個、もう一個、もう一個、もう一個。惜しい。ラスト。藤崎。藤崎か。ああ、まあ、守備職欲しいな。欲しいね。どっちかな。ホーム刺繍、ムードもある。ムードもある。まあね、一緒は一緒か。まあ一緒、そう。覚えやすさが違うのかな。うん、東尾が守備職ムード、多球反応。こっちの方がいいかな。うん。いや、どうせ覚えねえから。あんね。おお、あ、東尾かよ。山田君。そうじゃないね。お前じゃない。冬休みか。いいね、もういいね、入賞。買っとく？もう2月で買ってもそうだね、2枚あるから。うん。いいんじゃない？まだ3、4回ぐらいしかしないでしょ。そうだね。しょ。まあ、どうすっか。バッティングがあとは、山梨かな。行こう。先生も1人ぐらい。なあ。山梨、うわっ。弱っ。まあ、いや、中根かな。守備弱いなぁ、でも。弱いね。まあ、守備は、まあ、どっか、入れてれば、そこに、ここは後回しにできるから、まあ、中根だな。頭そこそこいいし。投球の正確さが売り出したな。ああ、いい。外野で送球あるの、まあ、なかなかいいんじゃない。はい。おぉ、いいね。オッケーオッケー。髪型ちょっと切り替わんねえけど。使っちゃう？うん。さあ、でもバッティングがないから、投手、バランス、ヒゲは。一芸、ないの。ヒゲはどこだ、これ。ないのか。福島か。ないね。ヒゲない。じゃあ、東京見に行くか。東京はバランスか、何、特になし。特になし行こう。東東京。おい、マキタ。タミナエグいね。タミナやばい。天才な。天才はいないね。将来戦感じる、サタがいる。長打が、まあいい感じ。微妙だ。マキタ取る、まあ、マキタかな。みんなお化けだったらね。まあそうね。マキタ。
おい。うちで輝け。アーマーか。アーマーか。じゃあ行くぞ。どこがいいかな。に。おーしゅ。あ、まあ新潟とかあんな守備があんのか。新潟富山。行っていくか。岐阜が？岐阜がなんすか。新潟行く？うん。ほい。こなそう。こなそう。こなそうだね。ちょ、微妙だね。微妙っすね、新潟。微妙けれども、まあ、せっかく来たから。あ、走塁守備。なんか、あ、まあ、ここを能力だけなんだよな。うちぐらい。まあ、います。一応、ショートの天才かもしれないやつがいるから。そうね。ショート、外野。外野はまあ、ショートも一応だ。二遊間取るなら、まあ、守備いいなら菊池欲しいかな。頭めっちゃよくね？めっちゃ頭いいんだよ。だから多分ね、分かってくれてると思う。うん、どこがいい？頭悪いな、こいつ。あ、やっぱスケジュール見直した。まあ、いいか。あれ、よくないな。あ、まあまあまあ。富山行く？富山行こう。入館天才で。入館天才で固めたい。天才入館。まあ、でも山本？山本でちょっと低すぎるだろ。結構低すぎな。打撃運行みたいなやつだった。ピッチャーはまあいいや、うん、割とピッチャーの転生しがき気がちだから。まあそうね、確かに。いや、でもどれも微妙だよ。そうすると微妙だな。見送るまであるよこれ。でも野良がさ、微妙すぎるんだよな。まあ、野良ガチャするかって感じだね。まあ、そもそも微妙だったやつが多いから、今回。来られてもらったんだって。まあ、そうだったら野良にかけた方がまだ良くないっていうレベルのやつだけど。そうね。これ結構振り切ってるつんだったらね、そうそうそう、いいけど、全然このレベルだったらさ。見送ろう。あれじゃんっていう。うん。鈴高校ってお前これ群馬じゃないだろ。群馬じゃ、いけんのこれ。いいのこれ。どうする。名門だろ。名門に行く。群馬実業。311だな。311。まあ、ああ、何か。休ませてるしな、重要と。まあね。あ、ベンプレ、いいね。で、総合練習で入るか。オッケー。よ。体力はまだ大丈夫。帽子も、あ、なんかダメダメいるけど。行かしようか。こいつら入れても、今日、調子極端だからな。上がることを期待しよう。じゃあ、そこ練習入っちゃうよ。よ。どうする ?5 番田代見る。田代見るか。調子上がっていくかどうかわかんない。めちゃくちゃ上がってたら面白いしな。まあまあまあ。東は普通だったし。いけんだろ。そうね。勝つ。いや、お前ら。てててん。ここか。ペペペペペペ。
おい。ぐ。こうなりてーなあ。お？ワンタスロ早速。スリーランホームランのチャンス。チャンス。このレベルじゃないと燃えないっていうね。ああ、ありえそう。ちょっとね、多分重かったんだろうな、4番っていう重圧も。全日本じゃねえのになみたいな。全日本の方が絶対重いと思うんだけど。いいね。あー。出るよ。出ないよ。なんか。スリーラン返そう。これでね、白さんも返していく。されてるね。うわーい。で、そう。からの。はい。いつもの出し終わったわ。変わらず、変わらずだね。おお、でも。おお、やってる、やってるよ。やってんじゃん。うまいことやってんじゃん、お前ら。田代さん、1本入れてくれればね、だいぶ変わるんですよ。だいぶね。だいぶ楽になるんですよ。ホームラン打つための存在なんだよ、お前は。本当だよ。お前のパワー何なんだよ。何のためのパワーなんだ、お前それ。100ってなんで100って。どうだ。返すよ、お前そのポイント。C でも同じことできんだろ、お前。今までの戦績見て。なんだよ、それ。それ。どう打ってるんだよ、お前、むしろ。見してくれよ、お前の。ね、してみたいよね。ああ。ミートのあれめちゃくちゃちっちゃいのかな、あいつ。あんだけあげたのに。ミートでもホームラン打てるレベルよ。ね。飛ばしてくんねえかな。なあ。見たくねえよ、こいつらの守備。守備見たくねえよ、ほんとに。だりんだよな。イライラすっかんな、すげえ。打てないよ、別にいいんだけどさ。はい、4つ。はい、いいよ、1点はいいよ。はい、はい、OK。2点ならいけるよ、お前ら。守備はいいんだよ、見せなくて。いい進化だ。ふぅ。うん、いいね。取れるよ。ノーバンで、ああ、間に合わねえか。惜しいな。あ、まあまあまあ。犬飼君のリードも良くなってはいるはずだから。多少ね。うん。こいつの伸びどれぐらいなんだっけ、切りましょうって。そんなないの。いいか。伸びを上げてもいいんだよな。あ、やめろ。あと、頑張った。頑張った。名門高校相手によく頑張ったよ。マセよ、お前、このくせ。本当だよな。なんで見せんだよ。で、ワンチャンもう一点取らせよっかな、みたいな、その思惑。俺らがどうこうできるも大事じゃないか、飛ばしてくれよ、もう。よ。高速チャージ。やだ。危ねえ。20球か。まあ変えてもいいかもね。まあね、そうそう、もう調査つくも終わりだけど、あと1球だろ。
取れる。お、来たぞ。4番、4番藤崎。マジでラッキーなんだよ、本当に。いや、今までの試合もこいつらが悪魔だったら勝つ試合だいぶ変わってあるよね。ラッキーすぎ、マジで。チキがマジで仕事してねえもんな。確か悪魔に頼ってないもんな。頼ってない。なんか頼った時もなんかそいつがアウトなって終わったんだよ。アイスだよ、さすが4番じゃん。4番よ、これが4番、これが4番よ。本当に次の前打席これやってくれるだけでいいね。次のこいつな、ギャラティー。あ、まあまあ抜けたわ。弾道低いなお前。弾道1だっただろ今の。スクイーズありか、解き放っていいんだよ。解き放っていいの？何やってんの？もう終わりだよ。え？まだだって5回だよ。え？八浦だよもう。うん。八浦だけど。いや別に今スクイーズだからいいかなと思って。うん。解き放つ意味もないからさ。間に合え。まあ谷川はしょうがない、人生だもんね。あね、これからの男だからな。二点差じゃん、いけるよこれ。何やかんや、おー、いいとこ打った。うわ、惜しい。あ、それはやってる。抜けろ。うわうわ、うまうま。どうどう、そういうとこかっこいいよな。変えよ、やるか。福田かな。うん、福田、どっちがいい。福田、福田でいいな。守備に気合い入れよ。これ外野は集まらないの。外野はね、さすがに多分遠いからあれなんじゃない。指示でもどうやって行くんだろうって気するけどね。ね、あいつら何話してんだろうって。お、犬飼くん、犬飼がな、犬飼見せてほしいな。取れるよ。おお、ナイス。低め丸か、低め丸か。お、いいとこ入るね。取れるか、今のは。まあ、ちょっと川沿いには厳しいね。そっか。高松だったら取ってた。足えぐいからな、あいつ。いいよ。それでアウト取ったことないんだからやめとけ。すなぁ、ボールくせぇ。おぉ、いけろ、取れる。おぉい、小技へ。いや、抑えよう。1打席勝負かける。1打席守備系しかないか。うわー、どれがいいかな。内角、はい、取れ、取った、 OK。 今のピンチをよくしないと。さよなら、さよならのチャンス。9番からか。でも、ライダーだろう。
今井くんかな。まあ、河野くんって言ってもある。河野くんだな。河野くんいいね。チキだし。チキだね。一年なんだよね。一年か。まあまあしょうがない。まあ調子もいいし。そうね。足もある。さあ、行ってこう。いや。プレゼロ。ナイスパッチ。オッケー。はい、惜しい。はい。惜しい。何回か飛ばせ。これはせえへんか。FT バント持ってないか、お前。まだ足遅いかな。おーい、間に合えちくしょ。うん、出たよお前らこの試合。まあまあまあ名門相手だからな。まあまあ取られすぎてはいるが、まあいいんじゃない。まあね、まあ9大点だろう。はい、というわけで、あ、まだった上田のフォーク、東尾の急速度スタミナはいいね。いいんじゃない。はい、というわけで、とりあえず名門との練習試合をして、まあ 7-5 で負けではあったけど、まあ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 いい試合したでしょう。まあまあね、そこそこ完全に勝てねえしかと思ったけどまあよかったんじゃないでしょうか。はい、はい、というわけでまた次回やっていきますんで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイバイ。はい、また配信もやってますんで、また次回お会いしましょう。バイ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 。